千葉で皆さんと、これから一緒に、我が国の、日本の初めに、本日の予定をご紹介いたします。前半にサイバー攻撃2021昨今のサイバー攻撃動向とその対応をと題しまして JP サートコシシカ、後半にニクター観測で捉えた日本国内の脅威2021と題しまして NICT の久保様森様からそれぞれご講演いただきます。質問につきましてはセッションの最後にまとめて時間を取りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。では早速、前半戦サイバー攻撃2021昨今のサイバー攻撃動向とその対応といたしまして、コシシの方から発表させていただきます。まずは、私の所属する JP サート CC の紹介を少々させてください。 JP サート CC はジャパンコンピューターエマージェンシーリスポンスチームコーディネーションセンターの略でありまして、コンピューターセキュリティインシデントの対応、国内外にセンサーを置いたインターネット定点観測、ソフトウェアや情報システム、制御システム機器等の脆弱性への対応など、国内のセキュリティ向上を推進する活動を実施している組織であります。それでは後半、情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究室の私、久保と森の方から、ニクター観測で捉えた日本国内の脅威2021というタイトルでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。で、前半のコシシさんの方からも様々な今年の脆弱性の公開、またランサムウェアの被害の実態のお話がありましたが、我々は、まあ、実際にその被害を受けた組織というよりもインターネット上にばらまかれるこういった攻撃のパケットであったり、まあ、脆弱性に悪用して感染させるような、まあ、スキャンのようなものを広域的に観測する取り組みを行っています。なので、まあ、日々インターネット空間上にばらまかれる攻撃というのを、まあ、観測して、どういった脆弱性をついたりどういった機器を狙った攻撃が今流行っているのかということであったり、あとはそのパケットの特徴であったり、その、まあその攻撃通信を投げている送信元を調査することによって、まあ、実際に感染している機器の、まあ、実態などを把握することができるという特徴があります。で、このように